どうもお疲れ様です。動画をご覧の皆様。今回ですね、私が即歌塾の中で専門でやっている FX 専門コース、オリガルヒというもののコンテンツをちょっとだけね、紹介したいと思います。えなぜ FX オリガルヒに参加している方が、まあ、順番にね、力をつけて利益を取っていけるようになるのか。その一つの特徴として、この雑談コーナーがあるんですよ。 今日10月24日も雑談コーナー更新したんですけども、市場介入が先週の金曜日の深夜にありました。本当ギリギリのタイミングです。で、そこで市場介入に間に合わなかったでも、ちゃんとですね、市場に残された利益をもぎ取る方法があるのを紹介しています。まあこれは、先週と前回もお話したんですけども、まあ半値戻し、前値戻しってのがあるわけですよね。で、前回の介入、9月23日に放送した時には、 介入が終わってどうやって利益を取るかっていう方法、今回と全く同じものを紹介してます。ですんで前回、私もそうですけども、介入に間に合わなかったんですが、その後利益を取ることっていうのはできますんで、それをやったわけですよね。ただこれはテクニカルに基づいてるわけではないので、迷信みたいなものなので、本来のコンテンツには入れてないんですよ。雑談の方で論じてるんですよ。 ところがですね今朝7時2035分ですけども朝6時にポジション取ったものが30万円ぐらいの利益になってもうね転がり込んでるんでまあ今日は相場やんなくてもいいかなっていうすでにもうね閉店なんですよ。早起きは3ものをたくって言いますけども FX の世界では早起きは 30万円の得と言えるかもしれないですよね。えー、そしてその前、9月22日、材料後の反発狙いってもので儲けるんですよってこともちゃんとお話した後に、こうやって材料後の反発が来てるわけですよね。で、今回も同じことがまた来てるんですよ、1ヶ月後に。うん、だから介入ってのはたびたびあるもんでもないですけども、やっぱりこう、材料っていうのはね、たびたびありますんで、材料が起きた後に、基本的には私は材料がある時にはポジション外すんですよっていうのはテクニカルではお話ししております。ところがですね、これ雑談コーナーでは、 本当はポジション持っちゃいけないんだけどもでも高い確率でテクニカルとは関係なく金だけは儲ける方法あるんですって紹介してるんですよだからねお金だけ稼ぎたい人は <laughs> こういうところ見てもいいわけなんですよねで難品の精神力難品にどう立ち向かっていけばいいのか私も今回難品をしましたあの7月の半ばのことなんですけどもね、うん、難品は怖いですよ高い精神力がないとやっていけません高い精神力と懐の大きい資金力ですよね ま、資金があんまりなければ、低ロットだったら難品する意味がもともとないんで、そこその金額をぶち込んで、それでも取り戻すような根底の資金力があるから、精神力も支えられるもんですからね。難品のことについてもお話しております。というておいた形でですね、雑談コーナー使って利益を上げることができますんで、FX 折り合い、ご関心のある方はご連絡いただければと思います。それでは。